みなさん、こんにちは。VTuber のキマイラです。えっと、スペイン語の、えっと、リンクを作ってみたんですけれども、ちょっとその後、まあ、このテキスト、前のスペイン語のテキストを作るとき、これできてたのなっていうのが、いろいろできなくされてたりしたので、若干ちょっと、教材をまた変えてみて、 えーと挑戦してみようと思いました。で、えっ、ー、と、まあ、ベトナム留学にいたときに、まあ、いろいろ、あの、フェイク動画とかいっぱい流れてた中で、まあ、デートトークの、えっ、ー、と、デッド X、あの、教育のやつが、まあ、唯一まともな動画が流れていて、ハラリさん、イバルのはハラリさんの、えっ、ー、と、動画、 が流れてて、まあ、あの時に人権に関する、まあ、他フェイク動画だらけの中で唯一聞けたあのそういう人権などをちゃんと語るあの動画でその時にハラリさんが「まあ、皆さんあのヘブライ語も勉強してくださいね」とか言ってたのがすごい心に残っていたので勉強したいしようっていうのがあるんですがでまあちょっと ヘブライコを、えー、と勉強できるサイトっていくらか持ってて、まあ、若干例文そのままなんですけどイノベーティブ・ランゲージ101というアプリで、まあ、これは英語話者の方のため英語わからないとちょっと,、えー、と勉強するのがつらいアプリなんですけれども、まあ、例文を借りて まあ、ほぼ、ほぼっていうか全然英語使ってないし、えっ、ー、と、日本語にここまで、日本語に直している。で、まあ、えっ、ー、と、アプリの方は当然ネイティブの、えー、と発音が聞けたり、練習したりできますが、こちらは機械、音声なので、まあ、とりあえず何か侵害することはないだろうと思うことで、えっ、ー、と、 まあ、ヘブライ語の練習自分用にやっていきたいと思います。えーとまあ、これでヘブライ語に興味を持った方また、イノベーティブランゲージ101の、えー、とアプリに興味を持った方は、えー、とフリーアカウントが作れてます、あえー。レッスンを受けるのは、えー、とそのどの機能を使えるかによってプランが変わるので、えー、と ま、ああの、レベルの高いもの、あレベルじゃない、あの、そう、あの、プランの高いものでは、あのネイティブ、発音のネイティブチェックを受けれるもの。で、まあ、あそのちょっとしたの、のあの、自分の発音を録音して、えっ、ー、と、ネイティブと比べて聞くことができる機能があるもの。単語カードが作れたり、たあ単語、まあ、あ単語帳みたいなのが作れるもの。 あと、ま、レッスンを見たり聞いたりする、ま、最低限の、あの、セットのものなどが選べます。ということで、ま、その、最低限のレッスン聞けるものというのはそんなに高くないです。というわけで、えっと、ヘブライコ。ヘブライコっていうのは、えっと、普通横書きって左から右なんですけど、右から左に読む。という、まあ、まあ、まあ、 あの慣れない言語で,す、ね、で、えっ、ー、と、まあ今大変イスラエル問題などが起こってますけれども、えっ、ー、とそういうイスラエルの中の、まあ、ユダヤ人の方が主に話す言語です。えっ、ー、とまあ古典ヘブライ語と現代ヘブライ語があって、まあ、古典ヘブライ語なんかはあの旧約聖書。 であったり、で、まあ、えっ、ー、と、まあ、離散されてましたから、えっ、ー、と、ユダヤ語を、あじゃあヘブライ語を話し続ける国っていうのは、国っていうのはなかったんですけど、えっ、ー、と、いろんな地域で言葉として残っている方々がいて、で、現代ヘブライ語1900年代でしたっけに、えっ、ー、と、 再構築みたいな形で、で、まあ、あの、ネイティブのような形で会話として話していらっしゃる方々が現在もいる言語です。というわけで、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、昔少し習ったことがあるんですけれども、えっ、ー、と、 命がででかいですね一応あ,あとまあ日本語の意味をえっ、ー、とちょっとこうエディットセンテンス違うえっと意味としては今画面に出てますかこういうふうに入力したんですが えーっと、これ開業した方がいいのかなここに開業できないです。えー、っと、これ。えー、っと、発音記号のように入れたかったんですけど、文字が逆さまになるから難しいのかな この形の形方がいいみたいです、ね、まあまあ音としてこれ、あとこれ、バエルドって言って、あのー、あ、なんだか母音付きっていうのがあって、えー、っと、ヘブライ語っていうのはあの母音がないんですよ。だからこの下に小さい T みたいなのが付いてるとか、ところどころ点々が付いてるっていうのが、あの、普通書かないんですね。 これがあると、まあ、あの、あの音だよとか、そういうのがわかるんですけども、まあ、私はそのある状態で勉強したいので、あるものを、まあ、結構これコピペするの大変だったんですけど、その状態でやっています。えっ、ー、と、今、まあ、こんにちはですね。 シャローム。えっ、ー、とだからアラビア語とかがアスラムとか言ったりするので近い言語のはずなんですよ。でどっち向きこれシャロンシャロンムって2回来る。 たんですけど、また、あ、からこうちょっちと。まあそうしたときにえー、っと。逆の方がいいのかなっていう。シェロンハ。これもちょっと。 うんあの、調べたものですけど多分この歯の部分この最後の歯の部分が彼でシャロームかさっきの「あのこんにちは」の部分なんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょっと単語辞書で調べたらそういうのに出てきてたのでちょっとここで知ったかぶりしてこう、こうだろうしてません。 まあまあ、この一番最初の、最初って言ってるのかなこう、一番右側の文字がもうで、えっ、ー、と、H に近い音ですね。次のこの、ちょっと、なんだろ、う、トーストみたいな形してるやつ。トーストみたいな形してるやつっていっぱいあるけど、えっ、ー、と、シャローマハ。はい。

どこてぼでえと辞書に載っていたのか この単語クいイティタンダローカたチダタノデーセルゼチョトロクステルンデスキレトモンデサメダルテボデディサメダテボデ、うん、テボデーディチョトチガ あ、ah, 多分最後の「あ、こ、と」とだは、は多分この2つの文字だけですね多分「べさめひだ」ってボディ「べさめ、ではだ」ってボ でぼで。でぼで。で。え、これちょっと、あ、たぶん、えっ、ー、と、役なのかな。ことだっていうのは、ありがとうっていう別の単語ですね。えっ、ー、と、ちょっと、 文字見て音がすぐ出ないから、ちょっと違う単語だっていうのに気がつかなかったですね。ベサメハダベベサメハダだ。ヴォデベサメハダベサベサメハダなんかな ベサメハダ・ーデボデ、えーえっとまあレスモードを作ってないので、えー、と違うつづりで作ってしまったものじゃないのでこれを読み上げてるはずなんですがベサメハダ・ーデボデサハダーボデ読めないのでどの文字がどれか全然わからないですまあの元気ですありがとうは まあそのまま覚えたらいい単語だと思うのであここ最初 B の音とかえー、これ S だったっけなここ R ですねここ D ですねあそうですね てぼデママ、い、え、い、ー、と。ベサ,ベサメハダル、てぼで。ベサメハダル、てぼで。はい。というわけで、若干これはあの後であのアプリの方をチェックします。で、あの全然違う発音でした。これなんか機械あの。 読み上げおかしかしししったたの場合は取り直したり直ますこのまま取り直さないで、このまま上がっていたら、まあそういう発音だったということで、あの、訂正する必要がなかったということで、あの、ご了承ください。というわけで、と、まあ、レビューレッスンもちょっとこの調子では、あの、文字もちょっと ちゃんと読めない状態。いくつかの、あの、えっ、ー、と、アルファベットっていうのかな、えっ、ー、と、は、文字は覚えたし、あ文字は習ったし、母音の,この読み方もクードっていうんですけど、は、レッスン、レッスンってか、テキスト読んだりしてるんですけれども、まあ、基本、わかんないけどやっていってなるような人なんで、 まなんかだから私これ教えてるんでも何でもないんでこれきっかけであの興味を持った方はアプリの方であの私のこれであのレッスンとかできませんからということであのよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました VTuber きまいらです。チャンネル登録よろしくお願いします。